水木っす。はい、どうもこんにちは、高梨水木です。今回は前回やって大好評だった裸エプロン第2弾です。イエーイ。はい、今回もちゃんと裸ですはい、で今回はね、もうちょっと見えちゃってるんですけど、ナポリタンを作っていきたいと思います。今は高梨家で大流行中です、ナポリタン。見てお母さんが作ってくれてから私と妹の間で激流行していて私もまあ作れるようになったので作っていきたいかなと思います。さっきね、ちょっと途中まで動画撮ってたら落ちちゃったので、水が鍋にかかるところまで、水が鍋にかかる水を鍋に入れて火にかける直前まで行ってます。ちょっと見てほしいんだけど、うちね、コンロがね、新しくなったんです。めっちゃ綺麗でしょ。やばくない？だからまだ使い方がいまいちよく分かってないのそれがちょっと不安。もう一個不安がね、これね、3分って書いてあるんだけど、中身が8分のものにね、すり替わってる危険性がめっちゃあって、今それも不安その2つが今ちょっと不安ですけど、早速やっていきましょう。とりあえず8分でやって、てか3分だったらあれしたらいいよね、1本食べてみたらいいよね。熱っ。玉ねぎからいきましょう。玉ねぎをちょっとまず切ります。もう使わないので、作るのがね、一人前なのでこんなにいりません。よいしょ、熱い、マジで熱いです。犬の玉ねぎですね、犬猿の中です。今ね、作ってるのがね、あの明日の妹のお昼ご飯用のものを作ってるので、明日っていうか、まあ今日なんだけど、だから玉ねぎは入れます。私が食べるわけじゃないから。よいしょ、オッケー。はい、よいしょ、ポンポン、オッケー。今回はちょっともうちょっとカメラのこと構ってやんなきゃいけないなって、ちょっと前回の反省があるからちょっとちゃんとやります。ピーマンどんぐらいがいいかな、半分くらいでいいかな。ピーマン半分保存とかしたことないんだけど、これでラップしたらいいのピーマン半分保存したことない。これ保存できんの、こんな、あ、空気穴だらけで。ちょっとわかんないですけどこんな感じでいいやはい、洗います。はい、切ります。ちょっと1人前だから多いかな。ウインナーです。どんぐらい食べるかな、1本2本ぐらい、3本ぐらい入れてやるか。よし、あ、多いな、3本絶対。あ、3本多いわ。よいしょ、よし、お湯が沸いたので、お塩を入れます。はい、このぐらい、熱い、マジ汗だく熱いです。8分ね。
鍋の悪いところ本当にこれ、ね、一人暮らしの時もめちゃめちゃこれで不便した記憶があります。よいしょよいしょ、はい、OK。 いや本当に暑い、本当に暑いテカ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 になっちゃった。いい、暑いです。もうそのうちなんかこれ汗でなんか色変わりそうジーンズだし、なんか新しいさあれ買おうかなと思って。これちっちゃいんだよ本当に、小学校の時のだからそう、新しく買えようかなって思ってる。よしやるか。まずは炒めるところからいきます。ちょっとね怖いです一番怖かった。これでなんか芸人っぽくなっちゃう、なんかあっちみたいななるのがマジで一番怖かったから、本当に油跳ねないようにめっちゃ気をつけてやるからいきます。あでも本当に前のコンロはマジでこの火つけるのもガチャって30秒、それ持ったな20秒ぐらい、いや持ったな15秒ぐらいやんなきゃいけなかったけど、これほんと一押しでいけるからめちゃめちゃ楽。まず油を入れて、怖っ、怖いんだけど。野菜と、なんだっけこれ、ソーセージ炒めます。これソーセージ跳ねるね、怖い。あ、でも意外と全然弱火だから跳ねない。3分だとそろそろ茹で上がりなんだけど、あ、でも全然硬いね。8分っぽいですあっつ、うぃ、本当に本当に暑い。事件発生。ここが閉まってなかったからパスタの中身こぼしました。笑いまーい。本当に悪いとこ。あ、私が明日食べるか。こんなに落としました。めっちゃもったいない。それは私が明日責任を持って食べます。はい、続きいきます。ケチャップを入れます。で、持ってソースをちょこっと入れます。塩コショウですね。本当に熱い。てかなんかすっごい嫌な予感がしてたんだけど、牛乳を入れたかったんだけど、なんかここにゴミあるんだよね牛乳なさそうな雰囲気が出てます。ちょっと茹で汁を入れます。牛乳入れた方がすごいなんかクリーミーになってめっちゃ美味しいんですよね。うん、うまいあとはまあ茹で上がるのを待ってちょっと片付けをします。汗だくです。もうお母さんの苦労がわかるね、全国のこんな汗だくになってご飯作ってくれてるんだよ。感謝しないと。このパスタ本当に、もう本当にこれ萎える。できました。ちょっと湯切りめんどくさいんでしません。よいしょ、はい、どうせ茹で汁入れてるから変わらん。で、バター、あ、バターしまっちゃったよ、使ってないのに。バターを入れます。はい、いいじゃん。やっぱソーセージが多いな。オッケー。じゃん。ミート
トソースじゃない、なんだっけ、ナポリタンナポリタンです。ちょっと味見、猫舌なんでうん、おいしい。いたしました。じゃーん、ナポリタンイエーイ、いい匂いしますOK です。はい、ちょっとこれで明日喜んでくれたらいいなっていう感じで冷蔵庫に突っ込みたいと思いますはい、ということで皆さん、2回目の裸エプロン水木ずキッチン、いかがでしたでしょうか。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録などなどよろしくお願いします。ということで以上、高梨水木でした。またねー。